翔太と大輔とというわけで、先週は3つ目の動画が上がっちゃったんですけど、今週はね、何をやるかというと、スポーツっぽい格好ではないんですけど、ちゃんとスポーツあります。はい、卓球です。はい、まあ、卓球をね、今回やってたと思うんですけど、前回ストラックアウト、まあ、当時は9回連続で、まあ、的を当てれば終わりますと感じたんですけど、最終的にね、12件の間に、まあ、終わったんですけど、今回は、もしかしたらそれより勝ったかもしれない。今回、こちら、これを使います。これを4つ使ってですね、上の角でコーラを4回倒すので落とす。で、最初中身が入ってる状況だとさすがに倒れません。1本全部取られてしまって、こちらの台に4つ等間隔に置いて、で順番はどれでもいい、当てれば倒せれば大丈夫で、それを4人で連続で終わるまで入れます。まあ、早速ね、やりたいと思うんですけど、まあ、このゲームをやる前にこっちを飲み込まないといけないんで、勝ちたいと思います。それではやっていこうと思います。それではやります。はい、というわけで負けもしましたということでね、こちらに4つ置いて、もう今から早速ねやっていきましょう。何時間、正直かかるか分かりません。ブラックアウトは一応何時間、5時間ぐらい。5時間か。まあ、これはね、もっと早く終わらせよう。おう、おう、いきましょう。よっ、
それで20分ぐらい練習してある程度できるようになったんで、やっていこう。Thank you.
失敗で、諦めて次の目を見たいところで、最後の、フォローよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで皆さん、はい、昨日、撮影で僕1時間やると言ったんですけど、なんと雪がそうなんですね。で、それを距離あって、そう距離があった。あと車も使い、あのショウちゃん家のいつも車なんですけど、チェーンっていうかスタッドレスじゃない、スタッドレスじゃないんで危ないし、あのチャリで行こうと思ったんですけど、あの結構道路沿いで、あの危ないのでちょっと急遽行けなくなってしまって、交通手段がない、今回は断念ということで、もう3日間頑張ったんですけど、正直このあの費用とか頑張ってやって、まあ、3連続まで行ってここまでクリアできなかったのは相当めっちゃ悔しいんですけれども、まあ、こればっかりはしょうがないかということで、まあいずれか、そうだね、まあ近いうちっては言えるか分かんないけど、ね、またちゃんとリベンジはするので、俺らもちょっと心残りがちょっとね、そうなんだよ、あれだけ朝まで行ったっていうのがね、結構と思ったんだよ、普通のと思ったんだけど、あれ多分本当に結構むずいと思うんだよ、うん、プロでも連続だから、まあ、素人なりに頑張ってた。僕ら素人なんで ね、別にクラブやってたわけもないし、部活やってたわけもないので、体育レぐらいしかしゃべっ、そう、触ったことなかった、体育の卓球ぐらいしかやったことないんで、はい、じゃあ今回の土曜日企画は、失敗という形で締めさせていただきたいと思います。はい、でもなんかそういうのもあるのはいいと、まあ別にその ずっと成功というか、その失敗もあるっていうのもね、ちゃんと変な言い方なんですけど、やらせとかじゃなくて失敗でもあるんだよっていうのは、あのやっぱやるためはあれカットでいけるか、そうだよ、余裕だよカットで、もう余裕でパパパパーって言うので今日、今回はねかなり長くなってると思うんですけど、まあそれなりに頑張ったんですよっていうことを皆さんにね、はい、分かっていただいたらありがたいです。お願いします。ということで今回はね、こんな形で終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。風を切って走ってゆく視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いやでも今回はね、新鮮だったんですか。うん、そうですね、でももうあんだけ、まあ、頑張ったっていうそのあれはあるんでね、もう始めてんすよ。そうっすね、始まってんすよ。次始まってんだけど、次も始まって同じようなとこになってんだよけどまあ今月はね、決まろうということで頑張りましょう。それではね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。じゃあねー、バイバイ。あ、ぜひ拡散もお願いします。拡散一番お願いします。